始まりました。フリーザーチャンネル。ハロー。アコギング。おでこ。しょうちゃん。いらっしゃい。どうしたしょうちゃん。いらっしゃいなんて。いらっしゃい。どうしたどうした。何しますか。かんぴょう巻き。じゃあ巻いてきます。巻いてきます。はい。いらっしゃい。かんちょう巻きでした。何なんだよこの格好はお蕎麦屋さんがこれ見たことあるよく見えてるこれ蕎麦のせいろこれを使ってやる企画は蕎麦出前選手権陸上競技場にいるんで様々な競技をしておどれだけこの蕎麦を大事に落とさずにできるかという対決をしたいと思います。おなるほど。3種目行うんですけども、うん、3種目でそれぞれでもちろん1位2位3位の順位を決めます。でその1位は5ポイント、はあ、2位は3ポイント、うんビリの人は1ポイントしか入らないです、うんで、これを落とさないで10個そのままやりきったらその人の持ってるポイントかける10 1位で5ポイントだったら、はい、かける10残ってたら50ポイントマックス50ポイントマックス50、うん、ビリでも10個全部残ってたら 1×10 で10ポイントは入ります。なるほどなるほど。大会ネタは罰ゲーム蕎麦屋ギャグ蕎麦配達選手権行ってみよう。まず第一種目は 50m 走、うん、これシンプルに 50m 走を走ります。タイム一番速い人が1位、うんはい、2位が2位リリーが3位です。本当はトラック使いたいんですけどあのそばのせいろが落ちたらもしかしたらねちょっとフィールド傷つけるかもしれないで横の芝でそうですねやりますんで普通のフィールドよりも下がデコボコだからそのバランス力も結構本当そうです、はい、走ってった人のタイムは発表しません。うんうんうん、そうしないと第1走のタイム見て第2走が決めちゃうと思うんでそうかそうかシークレットでこれやばいねこれは揺れる息ついていきたいよーいスタートはいあれ上手はい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 、はい、すごいんじゃない OK です OK16でお団子まあそうだね2位だけど2位だけど0なんで0ポイント1位がはい1位は13秒91ではいはいアゴキングがよっしゃいやソックスボーナスなんでかけ10かけ10なんで50ポイントよしよしちょっともう絶対落としちゃダメだわでもこれ落とすのはマジでもうゆっくりでもそう絶対そうゴールすることが大事です。じゃあ次参りましょう。おう続いての競技は、うん、リンボーダンス。おいしょー、はい、リンボー自作のリンボーもちろんこれに触れた瞬間はアウトです。あおでもそれで触れてない人がいたらどんどん下げてって順位を決めていくっていう、はい、触れたアウトになった時のこの残ったそばの枚数をかけていきます。じゃあ先ほどのビリの僕からいきます。まずは120センチいきます。おお危ね危ねお両手ダメですよ。両手つかないと。やばい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 。両手はダメですよ。これやばい。感覚が。そっからいける？いける。くぐっちゃダメですよ。両手ダメですよ。はい。おお。来ました。まだまだまだ。ここでつまずいたら終わりです。お願いします。はい。ドゥンドゥンドゥーン。わあ。おお。え？死ぬ？死ぬ？
よ。切るよ。ねえ、切るよ、切るよ。テンパってますけど。おい、いける？触れてる？あ、ここ、あ、あ、あ、触れてる？どっち？おーい。おーい。続いて、10センチ下げて110センチ。はい。じゃあ、翔ちゃんお願いします。いや、ちょっとこれやばいかもしれないです。低いよね、急に。待って、もう普通にだってこうやるしかない。うん。触れたらアウトよ。触れたらアウト。はい、はい、はい、おー、いきました。意外と。じゃあ次団子。はい。こんな低い。急あ、あれ、あ、お、いける、あ、いける、いける。これすごいね。これやばいっすね。君たちすごいね、はい、どうぞ。お、邪魔になりました、ね、結局。もう落とした、最悪の結末。これだけはやってる。0ポイント。それでは次、また10センチ下げて、はい、1メーター100。当たろうが。どういうことこれ。え、無理じゃない、いける。くぐっちゃダメよ。くぐっちゃダメ。これいけた、あ、合ってる。ギリギリ、いけました。ギリギリ、オッケー。ギリクリア。ギリギリ、太っちょの意地見せたるわい。いきます。いっぱい落として失敗しよう。これはやばい。触れたら終わりよ。ああ、触れました、触れました、触れました。イエーイ。こいつ触れたけど銃残した。次、もうちょっと下げて一回チャレンジして、それで何回残れてるか。また10下がって90。頑張ります。え、ちょっと一回何してるの。大丈夫。いける、腕の力いける。だけだよ、翔ちゃん。全部落としたら翔ちゃん、全部落としたら終わりだよ翔ちゃん。翔ちゃん、翔ちゃん、翔ちゃん、翔ちゃん。ちょっと待ってよ。うわ、ちょっと台無しくん。せっかく1なのに。でお団子さん2位で10枚残したから 3×10、30。えぇ、ー、で翔ちゃんが0ポイント。で合計は今0 0、50、30。終わった。終わりました。はい、じゃあ最終種目いってみましょう。はい、それでは最終種目は、うん、走り幅跳び。おお、これを持って飛んでもらいます。むちゃくちゃになるじゃん。ラインの飛んだ距離で順位を決めるんですけども、うん、着地した時点で何枚残ってるかということで、この最後の競技で、はい、そのままビリ継続したらあなた罰ゲームです。そうそう、30は超えないと。最低でも。なるほど、30は超えればなんとか分かんないと、うん、じゃあ1位の俺からいくか。はい、そうね、オッケー。はい、じゃあ行きますね。行きます。よーい、そうだよ。よいしょ、よいしょ。うわっ、うわっ。ちょっと待ってください。これやばい。でもお団子さんがこれで、ね、見せれば。じゃあ絶対落とさん。お団子さんお願いします。はい、じゃあこの時間で逃げるの、これ逃げるの。ダメだ、ダメだ。バーバーバー。お団子さんも0枚。もうこんなの無理だから。お団子さん記録だけ上がってくる。2m17。 翔ちゃんが1位になるには6枚、7枚残せば1位だよ。了解です。それでは翔ちゃんお願いします。はい、はい。おっそ、絶対に絶対に絶対に。そうちゃん、そうちゃん、そうちゃん。はい、はい。お、記録出ました。記録は167。でも10枚ってことは2位で。ということで今の幅跳びの結果、俺は3位で、しょうちゃんが2位の10枚。30ポイント。30ポイント。でお団子さんが1位だけど0枚で0ポイント。で合計すると俺が1位50ポイント。俺が2位30ポイント。で僕も2位の30ポイント。ドロー。ふざけんなよ。
こんだけやって泥泥試合ですよ、こんなの泥泥試合どうすんの罰ゲームじゃん。え、じゃあ2人やってもらいましょうか。2人で合わせてで、2人で1つちょっと。ああ早くそば食べたいのに全然出前来ないな。すいません。あ、来た来た来た、そば返しに来ました。いや お客さんの方でした。俺がそば屋でした。おそば、おそば、おそばビンビュー、そばそばすするよね。この動画が面白いと思っていたらチャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。でか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 。お前市長の息子なんだろ。社会研修つってやってんだね。お前クビだ。お前はパパに言うぞ。それだけ潰され